すする TV。 ずるずる、どうすするです。毎日ラーメン健康生活出張編ということでね、相変わらずやってるんですけれども、まだねちょっとやっぱ夜は少し今日みたいに寒い日もあるということで、ちょっとね関西の方に行っていた日々を思い出してこちら来ちゃいました。ドン。西武新宿線武蔵関駅から徒歩6分ぐらいのところにありますライライ亭さんにお邪魔してます。こちらライライ亭さんはね、京都でも福岡でも見かけた結構西日本の方ではね有名なラーメンチェーン店ということで、ちょっと旅先のこともね思い出しながら早速行っちゃいましょうか。レッツゴー。さあ、ライライ亭石神井店さん、定食などの豊富なメニュー展開ですが、やはりここはチャーシュー麺に味玉トッピングで行っちゃいましょう。麺の硬さなどいろいろこだわれるようなので、店長さんおすすめの麺固めネギ多めにしました。一品料理もいろいろあって気になりますな。来ました、こちらがライライ亭石神井店さんのチャーシュー麺味玉トッピングのネギ多め。おお、たっぷり背脂の浮いたスープに山盛りのネギがどうマッチするか楽しみです。それでは早速いただきます。さあ、まずはスープからいただいてみましょう。おお、優しい。鶏ガラベースのあっさり味で背脂が甘めのコクを出していて美味しいです。ではお次にメンマを食らう。おお、コリコリ食感で味付けもしっかりされています。そして次にネギを食らう。シャキシャキしていてかなりスープとの相性がいいです。さあ、皆さんお待ちかねのチャーシュータイム、パクッと食らう。おお、柔らかめで脂身もとろけて美味しいです。それではいよいよ麺いきましょう。このタイプのラーメンには珍しい細麺をすする。ウェイ、程よい硬さで気持ちいい噛み応え、スープが絡みながらも少し吸っている感じで、この細麺である理由に納得できるうまさです。さあ、お次にネギと一緒にすする。ホワイ、青ネギ特有の甘さが醤油のコクと混ざり合って完全にベストフレンドです。もう完全にネギスルに虜になってしまって、前からも上からもすすっていく。あっさりしているのでどんどんすすれますね。ではここで胡椒で味変してみましょう。一体どう変わるんでしょうか。さあ、すする、ヒミコー。鶏ガラと醤油の旨味をもう一段階持ち上げてくれて、弥生人も驚きのうまさです。さあ、もう一度すすってからミスターファイターズの足玉を食らう。トロトロの黄身が口の中にマイルドさを広げてくれます。ではここでなんと卓上にあった梅干しを食らってみたいと思います。くー、酸味の中にある梅の甘みが何とも言えない美味しさです。最後にスープのね完食です。本日も大変すれました。あっさりとしながらも鶏ガラや醤油の旨味をしっかり感じられる素敵な一杯でした。ではおやすみ。はい、ごちそうさまでした。いやー、ライライ亭さんにね行ってきたんですけれども、ちょっとね家があまりにも近いのでちょっと家で取っちゃえということで、いや、まずはねもう背脂浮きつつもあのあっさりめなスープ、結構ね見た目によらずあっさりめだったのでね、夜に食べてもねこうスルスルいけるなっていう感じでしたね。こうとってもね全体的に優しい味ね、なんか旅先のね優しい人たちのね顔が思い浮かぶようでしたね。それではするの公式キャッチフレーズ、ライライ亭石神井店さん、ほんのりはんなりや。失礼しました。